先日ですね、ターバンを巻いての撮影が終わり、無事ジャケット完成しました。ちなみに前回のももち公認ももちカレーのパッケージこちらでした。かわいい、かわいい、かわいい、おいしそう、キュート。さあこれをね、多分参考にしたのかな、今回りさちゃんがねイラストを描いてくれて、でこの間撮影したやつがここにはめ込まれ、写真がですね出来上がったんですよ。見たいですか？見たいです。それでは3、2、1、じゃーん！すごい。軽く回してて、軽く回してて。斬新。はい。すごい。書いたの。書いた。これが今と思えない。すごいです。さあ、りさちゃん、今回のこのポイントを教えてください。そうですね、やっぱりこうメンバーが7人いる躍動感を大切にしました。もう先輩はこう指さしてる感じ、こう上を目指していくぞっていう感じで、あとまあ絨毯が空を飛んでる感じですね。そんなこの躍動感を大切に頑張って書き上げました。あとはこうやっぱこう雰囲気を出すためにね、服装にもちょっとそれなりにこだわって、みんな形が違うね。そうなんです、それぞれ違う色です。ちょっとヤナミンの赤めっちゃ面白いじゃんこれ。ヤナミン実際に着てたらね、すごいね、芸が細かいです。こだわりました。ということでこんなパッケージになって完成された、なんていうんですか、その商品がね箱に入るわけですけれども、今からその中身、このカリーガールズをみんなで試食したいと思います。いい匂い、カレー合いにする。さあ今回は白桃とそしてピオーネが入っている岡山産のねフルーツがふんだんに入っているカレーということで、今からこれをみんなで食べたいと思います。それじゃあ皆さん大きな声で、いただきます。給食みたい。おいしそう。あ、これカレーのね、これピオーネかなですね。本当に入ってる。桃はもう多分そのルーに溶け込んでいるから、甘みがあるのかな。ピオーネこれかな。いただきます。いただきます。おいしい。やっぱりなんか果肉が入ってるから甘いね。おいしい。でもスパイスもちゃんと効いてる。おいしい。いい感じに味が染み込んでる。おいしい。ご飯がやっぱ進むね。めっちゃフルーティーですね。おいしそう。めっちゃおいしい。具も一つ一つ大きいからさ、お肉大きい、食べ応えがある。いつまでも食べてられるね。でもメンバーからもね、大絶賛のカリーガールズですけれども、こちらは3月の19日、そして20日パシフィコ横浜で行われる里山里海へ行こう2016の物販コーナーにて販売されます。皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。